って右側インディゴブルー青のユニフォームがホームの徳島ゴルディス。今日は白のアベイユニフォームです。向かって左側がザスパクサツ群馬です。前節の蒲田マーレさぬき戦アウェーゲームで J 通算100試合の出場を達成した馬渡和明選手、表彰が行われます。左から右に攻めます。青のユニフォームが徳島、右から左、白のユニフォームが群馬です。渡が収めて中に入れる、前川前が空いている、シュート、わずかに左です。いや今の、まあ、シュートですけどね、はい、まあ、立ち上がりここで決めるのと決めないとではね、また、後々の展開変わってくるんじゃないですかね。予想兵が前に出す、さらに予想兵攻撃参加、ここも徳島奪う、一発で裏を狙ってきた、山崎の前に出る、前が空いている、山崎シュート決まった、あっという間の先制点、開始2分、山崎亮吾今シーズン12点目、徳島早くも先制しました。いやこの1点大きいですね、はい、立ち上がりもそうですけど、群馬のディフェンスラインですよね、その辺が修正しきれないまま、まあ、2回目山崎きっちり決めましたね、まあ、先ほどね前川のシュートが入らなくてこのまま流れはどうなるかなというところだったんですが、逆サイドには高井、一度下げて岡庭、岡庭から松下へワンタッチで入れてきた、さあ前が空くか、山岸から中へ高井、しかしここは防いで最後なんとか駆け出しました。岩尾、長谷川もよく体に当てました。 いい攻撃でしたね、特に、まあ、群馬の高井、まあ、久々の出場となりましたので本人も不安はあったとは思うんですが、さあワンツーから抜け出して岡田、岡田シュート決めた、追いついた、今シーズン4点目岡田翔平。ザスパクサツ君は前半20分岡田のゴールで1対1の同点、気持ちを見せました。このまま最下位に沈んでいるわけにはいきません。いやよく決めましたね、あのいい時間帯が続いていった中での同点のゴールですからね、非常に大きいですね、はい、からのビルドアップですけどね、はい、今こうポジションの取り合いですよね、右サイド両サイド含めて、この辺りだ、クロスが来た、山崎、あっという間に突き放しました徳島、再びリードを広げた前半22分、山崎亮吾今日2点目、今シーズン13得点。いや徳島としてはここから一度ゲームが振り出しに戻って、さあ次の1点というところだったんですが、あっという間にここで突き放しました。そうですね、最終ラインの選手がここまで出てきています、大崎レオ右に展開、真当たり差し掛けるか、また下を抜きました、真当たり前が空いてクロスだ、シュート、渡り決まった、今シーズン20得点目。いや完璧なクロスでしたね、その高橋選手、今季初ゴールを決めたということですが、はい、やっぱり勝てなかったので満足できないと、勝つ試合をしたいということですね。しかし今日は2点ビハインドという状況、さあ高い仕掛けたシュート、思い切って狙いました、まあ、今のかわしてからのシュートまでの流れも非常にスムーズです。そうですね、浮かせて入れてくる、競り合って、あと頭同士でしょうね、激しい競り合い、この放送席まで鈍い音が聞こえました。山崎とそれからヨソンヘの空中戦、先ほどまではこのトレーナーの受け答えに返答するような様子も見られました。代わってキム・ジョンピルが入ります。アディショナル8分ということです。あ、長いアディショナルタイムが取られました。そしてカウンターになる、右サイド抜けていくのは大崎純也、群馬のディフェンスは3枚いますが、その後ろからさあ藤原が来た、フリーだ、藤原キープ、一度下げて渡り仕掛ける、中に入れて大崎、そして小西、渡り枠の上、厚みのあるカウンターからの攻撃でしたが、これは群馬がボールを奪うか、いやしかしすぐ取り返すのは徳島、1人かわして渡り、3対3になる、1人多く入ってきました、4対3だ、さあ右サイドから大崎純也、大崎仕掛けてシュート決まった、とどめを刺した4点目、途中
後半のアディショナルタイム5分、徳島リードは3点に広がっています。石田仕掛ける、対応は2枚下げて予想兵、しかしここは渡りがきっちりと守備、そして試合終了。徳島欲しかった勝ち点3、実に7試合ぶりの勝ち星を挙げました。苦しい苦しいトンネル、このホームで久々に挙げる勝ち点3です。